今朝早く、福井市の市街地に鹿が出没し、警察署やホームセンターの前の道路を走り抜けました。見かけても絶対に近づかず、警察や市に通報してください。交通量の多い交差点で今朝、鹿が1頭目撃されました。鹿はその後、道路上を走り、1キロ先まで逃げていったということです。警察によりますと、今日午前5時40分ごろ、福井市海保津5丁目で、近くを通りかかった人から、成獣の鹿が走っていると110番通報がありました。鹿は日本鹿とみられ、警察が駆けつけましたが、逃げた後だったということです。あんまり見たことないからわからないけど、やっぱり怖いね。鹿は熊よりは怖くないかなと思うけど、目の前で見たらやっぱ怖いやろね。鹿はまず福井警察署前の海保津5丁目交差点で目撃されました。その後、住宅街に近い高木の交差点まで走り、通勤ラッシュの時間帯の午前7時前にはホームセンターの近くに現れ姿を消しました。怪我人はいませんでした。ニホンジカは嶺北を中心に数が増えていて、県では刺激すると噛みつく恐れもあるため、見かけても絶対に近づかず、警察や市町に通報するよう呼びかけています。